ケヤキヒル、S ニュース番組ロゴケヤキヒルズ番組ロゴアベマヒルズ番組ロゴアベマヒルズはインターネットテレビ局アベマ内ニュースチャンネルアベマニュースで平日と土曜の12時13時に生配信されている報道番組開始時はケヤキヒルスのズ2018年4月14日からは番組タイトルをケヤキヒルズおよびケヤキヒルズサタデーに2020年6月22日からは アベマヒルズに解消。2016年4月11日のアベマヌズ本、開局後、平日昼配信枠を、ストレートニュースの放送枠としてずつがっていったが、2016年12月26日に、自社制作の昼のニュース番組としてスタート。キャスターは、元 SKE48 のメンバーで、フリーのキャスターに転身した柴田と、元テレビ朝日アナウンサーであった徳永がキャスターを、 担当する。徳永が報道キャスターを務めるのは2005年4月まで出演していた報道ステーションのスポーツキャスター以来約11年不利となる。番組構成は日々のストレートニュースを読み上げし日替わりで出演しているコメンテーターへ意見を求めつつ視聴コメントの読み上げも行う。2018年4月14日から土曜への配信枠が拡大され、 番組タイトルをケヤキヒルズサタデーとし、平日含めた番組タイトルもケヤキヒルズと解題された。当該番組は他のアベマヌズの生配信番組同様、EX ケヤキサカスタジオのストレートニュース用ブースから配信している。また、アベマヌズの多くの番組がビデオアーカイブサービスの見逃し配信対象となっているが、当該番組は見逃し配信、ビデオアーカイブには 長らく見たようだった。2018年10月、徳永の番組移動に伴い、水、木曜に大木がキャスターに就任し、土曜が再び縮減されることとなる。12月10日、配信分より AI 字幕システム AI 本を試験導入。2020年3月いっぱいで大木が降板し、4月より水、木曜担当として田中萌が担当する。 3月30日配信分では田中萌がゲスト出演。リニューアルに伴うアベマの入る番組名を視聴者から募集する。またコロナウイルス感染対策としてコメンテーターは原則リモート出演となる。また同ウイルス感染情報、特集コーナー、ネットピなどにより終了時間が押すことが増え。 4月13日配信分より正式に終了時間が15分延長された13時15分までとなる。2020年6月22日から公募の末番組名をアベマヒルズに解消。水色と黄色の組み合わせだったテロップなどがライトグリーンを基調としたものに切り替わる。キャスターリポーターコメンテーターキャスターコメンテーターコーナーレギュラー。ありがとうございます。